こんにちは、アラフィフダイエットチャンネルのマミーです。ダイエットを始めて、今日で40日目になりました。なんとかね無事に、ダイエット続けられているんですけど、今日は嬉しい報告が2つあります。まず1つ目は、今週目標としていた体重なんですが、54キロ台になりたいっていうのが目標だったんですけど、54キロ台になりました。イエーイ！そして、なんともう長年ずっと体脂肪が、30% 台だったんですよね。が今朝体重を測ったら 20% 台に乗りました。イエーイ！体脂肪がね下がるっていうのはすごい嬉しいです。ということでちょっと嬉しい報告がまず2つ、今日は最初にさせていただきました。今回の、動画は、私がね寝る前に、15分から20分程度、ちょこちょこっとやる、エクササイズ兼ストレッチみたいなのを、紹介したいと思います。それからですね、あとは、いつもと一緒の、毎日の体重の変化と、それから、食事ですね、そちらの方を紹介していきます。では今日も最後までぜひぜひ見てくださいね。はい、9月の、3日の朝です。体重計測ります。一人でやってるのでまた起きますね。一回停止します。はい、55.45 です。昨日よりは 0.05 減りましたね。だけど最高記録の 55.40 よりは 0.05、まだ増えてます。はい、9月の4日の朝の体重を測ります。見てください。ちょっと54キロ台に乗りました。54.90 です。最高記録です。今週中に54キロ台にできればと思ってたけど、やった、金曜日に行くとは思わなかった。やった。はい、9月の5日の朝の体重を測ります。はい、残念、55、ぴったしですね。昨日54点台、54台行ったけど、ちょっとも戻ってしまいました。55です。残念。はい、9月の6日の朝の体重です。54キロキープしてるかな？どうだろう？おー！54キロキープ、そして 54.75、今までで一番いいかも。やった。いいですね。はい、ここからはね、マミーのね、食事を、紹介したいと思います。9月2日のお昼ご飯、そしてこちら9月の4日お昼ご飯。なのでね、2日はね、朝ごはん、夜ごはん食べてないですね。4日はこれ夕飯です。少しです。少しだけ食べました。9月5日のお昼ご飯です。そしてもう9月の6日のお昼ご飯なので、やっぱり5日の日も、夜朝食べてないですね。さあ、こちら体型です。どうでしょう？だいぶ変わったんじゃない？腰のあたりが。ね、ちょっとくびれが出てきた感じがする。横から見ても、そうね、背中の方が少しちょっとグイって、へこんでる感じがする。どうでしょう？そして体重の変化なんです。40日目で 6.55 キロ減少しました。結構いったんじゃないでしょうか。そして BMI の変化です。BMI、ちょっと私いまいちよくわかんないんですけど、2.7 減少。これはいいのか悪いのか。そして体脂肪の変化。これちょっとすごくないですか？ 7.3% 減少ですよ。7.3。はい、じゃあ寝転びます。ますね。まあ、当たり前だけどね、これをお布団だとして、いつも布団の上でやってるんだけど、寝転んで、まずね、足です。私はいつも足なんだけど、足をこういう風にして、ここをね、こういう風にやるの。もっとこっち来て。で、ここをこういう風にやって、手をここの下からこうやってこういう風にやって、こう、これでなんか10秒ぐらいこうじーっと。そうするとすごいここがすごい、ここが伸びるのね。よいしょ。で、こっちが終わったら今度は反対。こっちこういうふうにして、ここの間ね、この三角の中から、よいしょ、手を入れて、でこんな感じ。よいしょ。そうするとすごくね、伸びるのね。そうで、今ここのもものこの外側のここを伸ばしました。で、今度は、こう足をここ90度にして、反対の手でこっちに。で、肩を必ず両方とも、つけて、で、手はこういう感じでこうかな。そうすると今度、今はここがこう、腰とね、ここが伸びるんですね。で、反対90度にして、こういうふうでね、私はね、なんか左側のがこう痛いかな。ぎゅーっと伸ばすと、ここも伸びるし、ここの腰のここもね、こっちも伸びるし。で、これをまあ何回もありかやるんだけど、で、次がこう足をこう曲げて、手横にして、手横にしないとずれてっちゃうのね。で、こんな感じで、よっよっよっ、できる限り私はここを床につけるように、してる。でもやっぱりこう右と左とこう癖っていうか差があるから、右はね行くんだけど、左はなかなか。でもここ肩はねつけて、両肩つけて、でこうやって、これをこう30回くらい。なかなか左がねうまく膝までつかないんだよね。でもこれをこう30回ぐらいこう寝る前にやって、よいしょ。はい。そしたら今度は最後は、あ、最後じゃないけど、こうやって今度は、12ってこうやってまっすぐ伸ばすだけ。まっすぐ伸ばす。もうね、これはね、疲れたらやめる。私は寝る前に汗かきたくないし、疲れたらやめるけど、これをこういつも寝る前にやるかな。はい、汗かいてきた。で、今度はこうや、ここのね、まあ、股をこう開く。で、ちょっとここが今度すごい伸びるので、痛い痛い痛い、ちょっと。こうキュッキュッて自分で、できる限りこう。あともう一個、普段ね寝る前じゃないんだけどいつもやってるのが足先なんだけどね、こうもう英語教室の時とかもそういつもやってるんだけど、こうやってやってここを伸ばすっていうかで、もし鳴るならもうポキポキって鳴らすぐらいこうグーッとこう親指から小指の時をこういう感じでこうやってやるとなんかちょっと気持ちいいかなーって。はい、どうだったでしょうか。まあね、寝る前に少し、まあ、体を動かすぐらいだったらそんなにね面倒くさくないと思うんですよね。で服を着替えてエクササイズするっていうと面倒くさいし汗もかくけど、寝る前にね汗をかかない程度にねちょこっと、下半身を動かすっていうのはむくみ防止にもなるので、ぜひぜひ一緒にねダイエットしている皆さん、寝るついでに寝転んだついでに、ちょっと下半身を動かしてみてはいかがでしょうか。今回の動画良かったなと思ったらぜひぜひグッドマークをよろしくお願いします。そして、皆さんにたくさんの皆さんにね見てもらいたいです。ぜひぜひこの動画、シェアをお願いします。チャンネル登録まだの方もぜひぜひよろしくお願いします。次回の、アラフィフダイエットチャンネルは、私が通ってる耳つぼ、ダイエットの治療院を、紹介したいと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。バイバーイ。